はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、ただいま11月28日水曜日となっております。来ました、来ました、待望のワールドツアー第3回。では今回はまずはちょっとメンテナンス明けの情報なんですが、これはおそらく来週の動画になると思うので、ね、さらっと流したいと思います。新鮮味がない紹介になると思うんでね。今回のワールドツアーはサリー、パルテノペイだそうですね。サリー、まあ、サッリーでいいのかな。あのチェルシーの監督っていうことだと思いますが、どうなんですか、違います、国籍見ればいいの。あ、イタリアだからそうでしょうね。カウンターの 442B で必要なのは、やっぱりまたフィニッシャー入ってるんですね。フィニッシャー、アタッカー、ダイナモ、鉄壁サイドバック、ハードマーカー、守護神で、増えるのはマーク、キープ、パスカット、スピードなんで、やっぱり、守備的な感じになりますね、今回もね。まあ、頑張って獲得しましょう。まだね、フィニッシャーがいないんでね、まあ、どうかっていう感じもしますけども。で、その他にも、マザニーレっていう監督さんも追加なんですね。これは532サイドアタック。増えるのはパス、キープ、パスカット。なんか、うわ、どうなのこれ、微妙。そのうちこっちの検証もします？本当に他の監督さんのもね。まあ、検証というほどのものでもないけどね。はい、じゃあ次、サカツクスターズ。新選手は、あ、ゴールドコインと交換できるサカツクスターズですね。星5、ゲティですね。レアルマドリードの選手、グティのことだと思われます。あ、マジカルパス、ルイス・エンリカ、炎のカピタン。あ、右ミッドフィルダーついてないんだ、ちょっとそこ残念だな。いいんじゃないの、たまにはさ、2種類赤っていうさね。え、うん、閉じるにしちゃったじゃない、ほらね。え、たまにはいいんじゃないですか、もうね、そろそろで、ワールドツアーが始まっております。遊び方とかそこら辺はいいでしょう。ま、言うなれば、すべての、ミッションをコンプリートすればサリーが手に入ると。そういうことになってますね。ハードの全ミッションですね。じゃあ、今回もこのサリーをゲットしに行きたいと思います。あと他なかった？見逃した？見逃した？あ、まあ、ここら辺はね、見逃してもいいか。スーパースターフェスも入ってるようですね。ラキティッチ、ブスケツ、インシーニェだそうです。はい、あ、またブレイクドリブルが入ってますね。ラキティッチに。さらにブスケツには、あ、デストロイタックル来てますね。インシーニェには入ってないかな？入ってないですね。なのでね、ぶっ壊れスキルと言われているこの2つが入っておるので、さあ課金勢頑張れという感じでね、いきたいと思います。で、ちょっとねさらっと見ていきましょうか。おお、サリー監督がお見えになりました。監督から直々にお話なんて一体どうしたんですかと。ああ、来ましたね。でこの人がとあるクラブからオファーを受けていて、今度はどこでしょうかね。あ、お前んとこですか。超資本ですよ、超資本。まあ、チャンさんだと思いますが。では見ていきましょう。もうこんな感じですよね。まあ内容は多分前回とほぼほぼ同じでしょう。勝利する。スタメンに星3以上の選手を起用する。フォワードがゴール決める。まあ、同じですよね。で、しっかり準備をして臨むといい。まあ、これね、毎回毎回ね、結構、選手の入れ替えがめんどくさいけれども、まあ、最初の一旦だけね、それをやっていきましょう。その後はね、もう延々と回すんでしょう。472でね。あ、そうだ。育成用のメンバーに変えないとね、エジルさんとかなんかは試合ガンガン出てもいいでしょう。さあ、まずじゃあちょっと開幕戦だけね、ちょっとお伝えしましょうかね、このままの調子でね。
イエサブ、メルテンス、シグルズソン、ベック、ベック、はい、もうなんか目白押しです。まあ、ノーマルはね、おそらく、まだ始めたばかりの人じゃ無理かね。それでもね、星3の監督ぐらいは多分頑張れば取れるんじゃないでしょうかね。レベルも上がるしね。育成に、わぁ、90に任せられるんじゃないでしょうかね。なるべくね、一回でミッションは全部コンプリートしたいんだけどね。そうもいかないんだよね、こっから先はね。ちょっと特設スカウトの中身見てみますか。内容一覧。今回のキャラクターは、オスピナ、クリバリ、マルキュイ、アラン、ベルディだそうです。これは絶対取らなきゃいけない名前がいるじゃないですか。シモーネ・ベルディ。アタッカーの左ですか。あ、ちょうどなんかね、アタッカーの左を必要としてましたよね、確かに。あれ？スキルが AA だ。もしかしたら、そこそこ育てたら強くなる？星5のクリバリさんいるのに、このクリバリさんも落ちちゃうんですね。4255ってどうなんだろう？ 4255 って結構いい方？あれ、スカウトガチャと同じぐらい？あ、違う。スカウトガチャってどっちだよ。ガチャ星4と同じぐらい？今見てみますね。ガチャの選手と同じぐらいの能力を持ってるんだったら、今回のスカウト5人は取った方がいいっすね。なんかスカウトだとね、ちょっと低いんですけど、ワールドツアーに出てくるこいつらはちょっと使える選手かもしれません。はい、じゃあ今回はこの辺に終わりたいと思いますが、またワールドツアーブンブン回していきたいと思います。で、最後にハメスがね、覚醒2回目なので、ちょっとその模様もお伝えしましょうかね。まあ、もしかしたらね、これは別のところに差し替えてるかもしれない。クリバリさんの方に行ってるかな、もしかしたら。はい、じゃあ行ってらっしゃい。カッキン、ドリブルマスター解放。あ、やばい、ぐるぐる回るの、みんなずっとみんな忘れた。あれ、固まった。代わりにこのくるくるでサムネ代わりにしたいんだ。ちゃんと回ってくれ。行うことができませんとはどういうこと？なんかちょっとバグったようです。はい、ちょっと一旦カットします。さあ、覚醒はちゃんとされてます？大丈夫？強化もされてます？カッキーンって回るところは完全カットされて、あ、全員、あ、ちょっと待って、くるくる回るサムネを撮りたかったね。サムネも撮らせてもらえないの。まあ、でもちゃんと強化はされてたようです。どうせね、またツアーでチケットもらえると思うんで、今回ではもう早速ハメスさんを24時間移籍にぶち込んでいきたいと思います。はい、マドリードに行ってらっしゃい。マドリードに行くってもまたね、おつなもんですね。ハメスさんがマドリードに。はい、というわけで、はい、じゃあ今後またワールドツアー回していきたいと思います。誰だっけ、サッリ監督を、獲得するその直前までね、進めて、それでまたやっていきたいと思います。なので次回はもういきなりね、サッリ監督獲得のところからお伝えすると思います。はい、じゃあカット。カットじゃないね。あとついでにね、このちょっと前回ね、なんかでお伝えした模様もちょっと追加しましょう。こちらの、ツアーで全員がこのにっこりの、このにっこり
の顔になって調子上げに使えるので、ワールドツアーは。なので調子がね、全員絶好調状態で1試合ずつリーグを回していくっていう、まあ全部戦術じゃんけんでプレーして、それで、優勝できるかどうかっていうのもちょっと検証したいと思います。なので、そこら辺の模様もね、もしかしたら最後にいきなりボンと結果だけお伝えするかもしれません。はい、じゃあワールドツアーやっていきたいと思います。はい、じゃあカット。はい、ワールドツアーのノーマル編が終わりそうなので取ります。トリックスターを起用して勝利する。なんか始まりましたね。さあオーナー、あと一試合です。キャプテンが伝えたいことがあるらしいですよ。ああ、そっか、プジョンさんなんだっけ。もうプジョンさんが出てきちゃったんだな。プジョンさん使ってあげたいけど、トリックスターってたね。今はね、ちょっとね、もうエジルさんをね、ちょっとスタメンで起用しております。じゃブルパクでいきますかね。まあ余裕で終わるでしょうね。まだノーマルなんでね、ここからハードを全コンプリートするのはなかなかね、骨が折れるんですよ、これが。まあね、攻略法っていうほどのことでもないですけどもね、なんかミッションをね、一個ずつクリアしていった方がいいんじゃないですかね。やっぱマグみたいにね、こう、横着の人はね、一回でね、全部突破したいって思っちゃうんでね。ちょっと星5の選手もね、数減らしてやったりとかね、しちゃうんですけど、はい、簡単に勝利と。はい、じゃあまず星3のサッディを、あれ、名前なんて言ったっけ、を獲得しましょう。今回はそこまでの絵にしたいと思います。はい、素晴らしいですね。はい、来ました。あ、サリーでした、サリー。素晴らしいチームだ。の大歓迎ですよ。ああ、そうだ。今回この人なんだ。もう全部ね、スキップしちゃってるからね。全くわかんないんだよね。はい。というわけで、もう一回、ヨーロッパを回りましょう。ノーマル5クリア。あ、経験値の24時間かな。はい、ミッションコンプリート。意外とね、銀の進化玉ってなくなるんだよね。ミッションコンプリート。あー、金の進化玉来ました。クコマルティナも星5にしちゃおうかな。ミッションオールコンプリートで、これでサリーと、まあ、このね、星3サリーは別に、マグはね、そんなのが欲しいわけじゃないんだ。さあ、こっからですよね。またあれかな、多分472で周回するっていう形になるんでしょうね。はい、じゃあまあ今回はね、一旦ノーマルのクリアをお伝えしました。はい、じゃあカット。はい、というわけで前回ハードじゃない、ノーマルで終わりましたけども、今回はハードバージョンの撮影になります。はい、最後までもうやっておいたので、いよいよちょっとね、チケットが異常な数になってるんですけど、なかなかね、こう取る機会がなくてね、申し訳なかったですけれども。はい、じゃあ AC ポルト、スタメンにイングランド 442 ってことはイエサブですかな。ただね、もうあとは本気メンバーでガツンと懲らしめるという格好になるでしょう。ね、ここの部分いる取る必要ある、ここね、本当に早く勝ってもらいましょうね。あ、しかもルーニーじゃないですか。何ですか、さっきの1試合目はマグに対する嫌がらせを坂津くんがやってきましたよ。あ、もう2点差とか書いてあったんだからさ、ほら取られないで、そこ1回で撮影終わらないっていう、また本当にもう坂津くんは本当毎回マグを楽しませてくれるじゃないか。はい、じゃあ、もう一回行きますよ。あ、これは取られちゃうのか。
はい、オーナー勝ったんです。ラウンド後クリアしたんですよ。おめでとうございます。ごめんね、ミッションコンプリートできなかった。これは私たちの力です。一流の選手と監督をそれ挑んだのだ。あたり負けるはずがない。ちょっと顔がとだいぶ頑張ってはいるんだけど、あんまりこういうのは頑張らなくていいよ。ぜひ私を魅了してほしい。気が利きならあなたのいいねを出そう。本当言ってきそう。確かにお金も魅力的だが、まずはもう少しサッカーを好きになることをお勧めしよう。話し合いはそれここからだ。うん、やり残しが今あるんでね、少々お待ちくださいね。あ、金の進化玉嬉しいんだけどね、今ね、銀の進化玉がね、圧倒的に枯渇しておる。じゃあ、申し訳ないですけど、もう一回、打ちさせていただきますね。今度は戦術じゃんけんも、しっかりと採用させていただいての、ガツンと。時間かかりましたね。そして、また点取らないって、おー、ロスタイムありがとう。ね、なかなかね、うまくいかなかったんですけどもね。でもなんか向こうがね、あの前半で退場して 6-0 とかで勝った時に、やんなくてもいいダブルハットトリックで勝つっていうね。一人でいいんだよ、一人で。はい、というわけでミッションコンプリート。時間かかったね。はい、経験値24時間もおらい。ミッションコンプリート。そして、からの、ミッションオールコンプリートをここサムネに使うかも。はい、でサリーゲットですよ。これでようやっとワールドツアー終了で、ちょっともらいに行きましょう。もらいにね、すごいですね。金玉もう2万4000もあるんだけど全然使わないし、ガチャ引けよって感じだけど、ちょっとね、クリスマスもしくは年末年始を待っております。はい、じゃ受け取る。では、じゃあちょっと見てみましょうか。さっき今、ここだいぶ変更しちゃったんで、ここをちょっと代わりに使ってみましょう。はい、というわけで、星4監督はこれで3人目。まあ、いずれもね、ワールドツアーで手に入れた選手なんですけども、今回はこちら、サリー、パルテノペイだそうです。442、ボックス型。先日はカウンターなんですね。で見てみると442の B でカウンターで、フィニッシャーで左ミッドフィルダーのアタッカーなんていないですよね。で C ダイナモはいるとして、鉄壁サイドバックはいたかな。ハードマーカー守護神、こんな感じだそうです。効果はマーク、キープ、パスカット、スピードが 80% 強化。では一発フォーメーションコンボ、マグのところにはそんな選手いるのかな。左アタッカーってのは多分どっからからか拝借されるのかな。あ、ハムシックが入りましたね。73,890。まあ、いまいちですね。まあ、こんな感じですよね。もうちょっとね、なんか爆発的なものが入るかなと思ったんだけど、そんなにはならなかったですね。やっぱり星4の選手が3人も入り込んでるし、トマムニーに至っては40だしね。進化させてあげようかな。あ、でもクリバリさんが使える。あ、ケディラはね、ちょっと進化したいんですよね。星5にしたいんですけど、さっきも言ったようにね、銀の進化玉がないんです。ほら、あと4つ。あとね、クコマルティナもね、星5にしたいしね、ちょっとね、いろいろ、難しいところですね、この辺は。というわけで、今回、ワールドツアー、サリー、ゲットしましたー。はい、ちょっと一旦カット。はい、じゃあ今回ちょっと1146もチケットが余っているんで、これを引いて今日は終わりにしたいと思います。あ、そうだ、さっき言うの忘れた。もう一個言うの忘れた。これでね、フィニッシャーどうしたのかっていうと、今ジェズスが星5になっております。なんですがこの星5はですね、よくこう星を形を見ていただきたいんですが、左上のね、星の数を見ていただければわかるんですけど、金色が星3で銀が星2になってるんでね、これはあの星3で手に入れたあのガブリエル・ジェズスを
コツコツと、なんでセービングなんでお前セービング俺お前か、あ、勘違いしたことない。彼はね、あ、でも、星3からの星5確認って3863。まあ、ちゃんと留学とかしたりしたら、4000ぐらいまでしか行かないんですか。そんなもんですか。4000って言うとどれぐらい？頑張ったのにな。そっか、ガチャで引いた星4の角1と同じぐらい。あー、結構ひどいな。もうちょっと強くなると思ったんだけどな。というわけでね、フィニッシャーがいないんで、この星3ジェズスを星5角2まで頑張って鍛えて3800まで、やってみたんですけれどもね、やっぱり星5のフィニッシャーを直接引かないとダメですね。この戦術を遊びたいんだったらね。じゃあ今まで取った星4の監督ちょっと見てみますか。例えばガルディオーネさんのザ・シーズンズを発動させたら いくつぐらいまで数値上がる。ちなみにマグの今のところ最高水準は82,900。無課金でやって82,000まで頑張りました。で、じゃあシーズンズはどう？お、8万いきましたね。メンバー的にはこんな感じ。あ、8万いくんですね。ガルディオーネさん。8万いきましたか？でも、どっちもポゼッションなんだよな。どっちの方がいいんでしょうかね。ザ・シーズンズの方がいいのか、ブルーインパクトの方がいいのか。それはわからない。で、もう一人。ジェズース星5まで行ったんで、じゃあジメーノさんどう？ロス・コルチョネロス。これはどれぐらいの数値上がります？結構数値がね、一気に跳ね上がるそうなんで、楽しみにしてたんですけど。あ、8万いかないですね、こっちは。ロス・コルチョネロスは8万いかない。あ、でも、ジェズースワントップはきついか。ただでさえ点取れないのに。これはきついか。まあ、というわけでね、これが今回の、ガブリエル・ジェズス、星3からの星5確認でやったらどうなるのか、っていうのをお伝えしましたよ、と。そしたら、パリに戻すか、今回の場合はね。まあ、やっぱりね、ちゃんとフィニッシャーの星5、欲しいですね。星4ガチャでも、もしね、引けたらね、やっぱりそれも一気に確認まで行きたいですね。進化に次ぐ進化をしていきたいですね。はい、じゃあこんな感じでした。はい、じゃあ急いでチケット回しますか。はい、というわけでじゃあこちらめちゃくちゃあるんで回していきたいと思います。ここら辺の選手も結構あるんですよね。これも引いていくわ、後で。あ、2枚もあるよ。もしかしたら星5出るかもしれないから回しとくか、ここら辺もね。はい、じゃあまず内容一覧。オスピナ、クリバリ、マルキュイ、アラン、ベルディ。この選手が手に入るとね、昨日は本当に岩田行ってきましたよ、本当に。ねえ、本当に。残念でしたけれども。ねえ、なんであのタイミングで家元なんだ。出身をね、なんで家元にしたんだっていう、もうそれだけですよ、本当にね。PK か PK じゃないかはどうでもいいんで、なんであいつなんだっていうね。アーセナルにおけるマイク・ディーン同様、ベルディにおける家元ってのがどれだけ勝率悪いかっていうね。本当に。G リーグは知っててやったんでしょうね。はい、そんなのはどうでもいいです。はい。で、引いていきたいと思います。はい、まず1回目ダメ。ここは星4の選手を全員引きたいです。もうコレクションという感じになるのかな。はい、次々行きますよ、次々。何回目でマグは引けるんでしょうか。前回は残り2枚の時に全員目が引きました。はい、マルキュイゲット。今回はどれぐらい後ろに眠ってるのかな。もういいですよ、1000枚もあるからチケット。全部200枚使うよ、もう本当に。全然それぐらいの気持ちでね、今日はやりますよ。はい、次。お、クリバリさん。これ決まってたりするのかな、もしかしたら。でもなんか、あんまりお伝えする意味ないけど。はい、なかなか。眠っておりますね。後ろの方に眠っておりますよ。はい、来ない。あと3人かな。あ、なかなか来ませんね。あ、
場所決まってるわけじゃないか。やっぱりちゃんと一応確率で出てくるのようにはなってるのかな。いや、それにしてもね、やっぱりね、マグの危機はね、あまりなさそうですよね、本当にね。はい、アランゲット。おー、連続ってのもあるんですね、ヴェルディ。ヴェルディの隣にアランってなんかいいじゃないですかね。アラン・ピネーロっていう選手がいるんですよ、ヴェルディに。あ、連続、オスピーナー。あれ、これで全部引いた？もしかして。そう、落ち着こう。あれ、もしかして全部引いた？おー、すごい。残り70枚も引かないで、今回終わりましたよ。あれ、今運が悪いとか言ったけど、連続で今2人出たし、さらに次オスピナも来たし、あ、今回のチケット余らせましたね、だいぶね。もうだってもうこの辺クズって言っちゃったけど、ね、引かなくていいやつだもんね。あ、じゃあちょっとボックスリセットの方やりたいと思います。今回は70枚も残して終わらせていただきます。いいっすね、こういうのもね。じゃ、リセット。で、今回ね、マグが引きたいのは、こいつ引きたいんですよ。これがね、もうほんととにかく持ってない。で、あとはビブスと、オフェンスビブスもね、欲しいんですけど、オフェンスビブスは、どっちにしよっかな。で、これも欲しいんですよね。これも欲しいんですよ。じゃあ、なるべくこれ、下手すると、ここを回してもいいかななんていう気もしちゃうんだけど、ちょっと他のも見てみますか。あ、ビブスにも銀の進化玉はあるんだ。なるほど、なるほど。銀の進化玉が欲しいからさ、チケットのところにもあるかな。あれ、まだチケットが出てこない。やっぱり留学がね、一番値段が高いんでね。あれ、留学ないなんてことはないよね。留学の方が欲しいんですよね。あ、来ました。あ、銀の進化玉1個ありますね。あ、でも1個なんだ。渋いことしてくるな。本当に。いっぱいくれてもいいじゃない。というわけで、あとお金もね、いっぱい出てくるみたいですね。銀の進化玉はお金でも買えるから、まあお金も考えようかな。じゃあまたいつものように、1枚、もしくは、1枚かな。1枚出たらもうすぐリセットしちゃうっていう方法で回していきましょうか。500枚だからね。さあ何枚目で留学チケットが手に入りますかね。一発でできましたけど、ゴールキーパーはいらないんです。次行きます。ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードのチケットが欲しいんですよね。ゴールキーパーはね、もういらないんだよね。回していきましょう。お願いします。結構早めの段階で来ていただけると嬉しいな。来ない。100枚で1枚ぐらいの感覚で引けるといいな。お金ゲット。お金もね、もう完走できるので、そうしたら、また監督をちょっと取ろうかな。今回のワールドツアーでもセレソン・ダス・キナスでしたっけ？あと、なんだっけ？ジルポン？なんだっけ？ジムポン？ちょっと忘れちゃったけれども。なんかね、持ってない監督のフォーメーションがね、ちょっとワールドツアーのね、ミッションの中に含まれてたんですけど、また今回もね、その選手たちが、監督持ってなかったっていうので、リーグを回さなきゃいけないっていう無駄な時間を過ごしちゃったので、やっぱね、ああいうのをね、極力減らしていかないといけないんで、ちょっとね、今回お金が完走したら監督をちょっと全部買っちゃおうかな。で、またこのペースだとまたサカツクの動画、ネタがなくなるんで、ネタがない時に、そのね、使えないと言われている褒め込んで1年間やってみるとかね、そういう、お遊びの動画でも撮りましょうかね。全然出ないですね。さっきゴールキーパー出た段階でやっぱりリセットだったんですかね。はい、来ない。まあどうなるかはわかりませんけれども、もしね、その前にね、Jリーグとかも実装されちゃうと、サカツク動画がそっちでも忙しくなっちゃうかな。はい、来ました。じゃあこれで終わりたいと思います。ディフェンダーのゲットしました。ただ銀の進化玉はダメだったけど、これでも、リセットと。この方法がいいっていうふうに言われているので、マグもそれをちょっと参考にしてますけれども。これでじゃあ、
あと3日ぐらいですか、このワールドツアーは。はい、また来ました。あと3日間ワールドツアーをね、ぶん回してですね、チケットをゲットしていきたいと思います。では今回はこの辺で終わりたいと思います。では今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあね、またゴールキーパーから先。ゴールキーパーはね、もういらないの。いや、経験値も欲しいけれど、これも回そうか。じゃあねって言ってから終われない、本当に。ぶつ切りかな、じゃあ今回も。